ところで気になっていたんですが、元恋人のストーカーは今日現れる確証はあるんですか？今日新しい恋人とデートでここに遊びに来ることを職場でほのめかしてきたので大丈夫かと思います。実はその元恋人のストーカーは私が働く飲食店の上司でして、交際関係も周囲に秘密にしていたので誰にも相談できずに困っていたんです。そうだったんですね。でもよ、もしこいつが依頼を引き受けてくれなかったら今日はどうするつもりだったんだ？あ、そこまで考えてなかったです。すごく面倒見のいい菊石さんだって巷で評判になっていたので。でも噂通り優しい方でよかったです。団長さんみたいな人が本当に恋人だったら幸せですよね。冗談を言っている暇があったらストーカーが来ていないか注意してください。これは失礼しました。でも冗談じゃなくて結構本気だったんですけどね。なんだろうこの人は、なんかもやっとします。今度は何ですか？見てください、あそこにいるのがそのストーカーです。あそこの柱の陰にいるやつだな。さっきからこっちの方をチラチラ見てますね。じゃあ団長さんよろしくお願いします。この人は一体何者？じゃあ早速遊びましょうか。まずは定番のウォータースライダーからですかね。前にシャトラ姉ちゃんがデートの鉄板って言ってたので間違いないはずです。さあさあ、ルリアさんと B さんも一緒に手をつないでください。え？あ、はい。なんでオイラまで一緒に繋がなきゃなんねんだよ。